はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年6月11日火曜日に収録しております。ちょうど1週間前になりますけども、ナンバーアイのニューアルバム、ニューミニアルバム、とてつもないエネルギーを秘めた楽曲ボンをリード曲にした、ニューミニアルバムナンバリング、通常版は8曲収録してるんですけど、1曲目のボンから8曲目の夢の続きまで、全曲本当に素敵な曲ばかりで、アルバムとしても本当に素晴らしいアルバムやなと思いましたので、8曲全曲のちょっと私の感想と、そして8曲の作詞作曲されたソングライターさんのところをちょっと説明させていただいたり、最終的にはこのアルバムを制作されたスタッフのところまで、ちょっとマニアックなところまで立ち入らせていただいた、ちょっとだけ深掘りをした、この動画をちょうど1週間前にアップさせていただきました。で、この、ボンに始まり、夢の続きに終わる、素晴らしいアルバム、この8曲、すべて私素敵な曲やなと思って、その時もお話してたんですけども、このアルバムのお話をする時も、もうずっと3月から聴き続けてる楽曲が、Blow Your Cover っていう、本当に素敵なラブソングです。で、このナンバリングのお話をしている時も、ブロイオカバーにももっと触れたいなと思いながら、実は先週も話してたんですけど、このミニアルバムはミニアルバムの話で、まず完結しないと、もう話があっち行ったりこっちしたりするので、先週は我慢して、このニューミニアルバム、ナンバリングのところで、お話を終わらせていただいたんですけども、ずっとお話ししたかった、今日はすっごい素敵な曲やと思ってます。このナンバーアイの、ラブソングであり、スローバラードであります。Blow Your Cover という、ちょっと神秘的で、ちょっと怪しくて、最終的にはなんかこう悲しささえもなんかこちらに伝わってくるような、すごく素敵な楽曲について、今日はぜひ私の感じているところと、若干の考察のところ、そして今回この楽曲に関してはちょっと不思議な感覚を私は受けまして、最近のこの新曲 J-POP のやっぱりこのヒット曲っていうのは、もう発売前にミュージックビデオをやっぱりこのアップされることが多い、ほとんどそうやと思うんですけど、だからもう最初に曲を聴くときがミュージックビデオで、視覚と聴覚と、一緒になってこの曲を感じるっていうことが、多いと思うんですけど、で、その場合、そのやっぱり人気グループっていうのは、ダンス曲なんかは、やっぱりダンスの得意なこのグループ、私が好きなスノーマンにしても、そしてこのナンバーアイにしても素晴らしいダンスを披露されますので、ミュージックビデオがこう解禁されたら、やっぱりその楽曲とともに、そのダンスにやっぱり注目すると思います。私も今まではダンスは全くわからなかったので、曲の方、耳の方ばっかりで集中して、この曲をなんかこう解釈してて判断してたんですけど、昨年から、スノーマンの大ファンになってから、皆さんに教えていただきながら、このダンスミュージックをまた見てください。このダンスの、動画も見てくださいって皆さんに教えていただいて、少しずつ、なんかこうダンスの素晴らしさのところも、ようやく1年を経て、なんとなくわかりかけてたところなんですけども、そんなように、なんか最初にやっぱりこのミュージックビデオでこの最初のファーストインプレッション、第一印象が来るから、この聴覚、耳だけじゃなくて目の方、視覚の方から得るものもすごく多い。で、それが J-POP の場合は、なんかそれがもう中心になってると思ったんですけど、で、この Blow Your Cover にしても、私は3月に GOAT のシングル版の6曲がアップされた時から聞いてて、その時すごい素敵な曲やなと思ってて、で、その後、確か4月に、またちょっと神秘的な、ちょっと怪しげな、たくさんの女性ダンサーさんやと思うんですけど、と一緒に3人がこう、フロアで、こうちょっとこう、パフォーマンスというか、される、
ちょっとこの神秘的なこのミュージックビデオがアップされて、やっぱりあれを見ると、あの世界観の方にガッと引っ張られたんですけども、最近はまた、その見ずにミュージックビデオではなくて、その音楽だけで聴くようになったら、やっぱり私は個人的には、そのこのブロイオカバーっていう楽曲に関しては、この耳で、なんか視覚はちょっとシャットアウトして、耳だけで聞いて、その耳から入ってきたものを、なんか心の中でこう膨らました方が、すごくなんか素敵に感じたので、そのあたりの感覚、ちょっとなかなか私の中でも珍しい感覚がこの曲を通じて芽生えたので、うまくちょっと表現できるかどうか、ちょっと自信はないんですけど、そのあたりをちょっとお話しさせていただきまして、またこの動画を見られた方の、なんか感覚、特にこの Blow Your Cover っていう、やっぱりこのちょっと神秘的なこの楽曲から受けられた、その皆さんのなんかこう、まあ感想というか感覚をまた教えていただきたいなと思っております。この五感って言いますと、そのまあ目、視覚、そして耳、聴覚、そして匂い、この嗅覚、そして味、味覚、そして手で触れたりする触覚、この五感なんですけど、で、歌詞をちょっと細かいところまでチェックさせていただいたら、このブロイユーカバーの歌詞には五感すべてが入ってて、この歌詞の中には五感すべてが入っている、このなんかこうすごく歌詞も素敵なんですけど、この楽曲を視覚をシャットアウトして、なんかこう、耳のその聴覚だけに集中して聞いた感覚が私をものすごくまたすごくちょっと感じるものがあったので、ちょっとマニアックななんか話になるかもしれないんですけども、まあちょっと面白い話になるかなと思いますので、ぜひそのあたりを伝えさせていただきたいと思いますし、後半は5月末にまた発売されて、今回はナンバーアイを特集してくださってるヌメロ東京、私も4月の、増刊号か特別号にスノーマン目黒蓮さんが、特集されてて、でこの時にこのヌメロ東京っていうすごく素敵なこのファッション誌があることをまあ知ったんですけども、今回このナンバーアイが約20ページにわたって、このハイブランドのすごく素敵なファッションに身を包まれた、まあ、素敵なこのショットがいっぱい載ってるんですけど、その後半3ページにまたすごく素敵なインタビュー記事が掲載されてました。で私はスノーマンもそうなんですけど、そのパフォーマンス、そしてまたこの歌われるその CD、 そんなものからすごく素敵ななんかこうエネルギーをいただいてるんですけど、また同時にこの彼らのまあ人間性の素晴らしさが、やっぱり彼らが話される言葉からすごく私は感じて、シニアになってもいくつになっても、そのそれが20代であっても30代であっても、自分のなんかこう子供ぐらいの年齢の方が言うた言葉であっても、それがとてつもないこの実力を秘め、そしてまた素晴らしい人間性の方がお話しされた言葉からは、もうどんな言葉からも貪欲に学ばせていただきたいと、そんな風に思ってるシニアなので、スノーマンの発される言葉からもなんかすごくなんかこう刺激を受けて感動した言葉をこのほっこりカフェでも今までもお伝えしてきたんですけど、このヌメロ東京のこの20ページにわたるナンバーアイのその後半3ページのそのインタビューからもすごく素敵な言葉を私は感じましたので、そのあたりの一部分だけちょっと紹介させていただきたいと思いますし、特にその平野翔くんが楽曲制作のところにこの触れておられるところは、今彼らがどんな風にこの楽曲制作、そしてまた個々に楽曲ごとにプロデュースを手分けして楽曲制作に当たっておられるというので、このあたりは私も貪欲にちょっと情報を収集して、どんな風にして彼らがこの素敵な楽曲を、また作詞家作曲さんであるとか彼らも関わっているところはかなりあると思うんですけど、そのあたりを私はすごく知りたいと思うので、そのあたりがこの特に平野翔くんからの言葉からこの書いてあったので、そのあたりちょっと私がすごく感動したところを紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお伝えください。よろしくお願いいたします。じゃあまずはブロイオカバーなんですけど、まずねこの歌詞をずーっと細かく私も見させていただいて、こう曲を聴いてるんですけど、先ほど言ったその五感
のところでいくと、その五感すべてがこの歌詞の中にあって、この歌詞、このライナー書いてあるのは、ミラベリーさんっていう名前で書いてあって、その先週の動画でも、おそらくこの作詞ミラベリー、作曲レオ・アンダーソンさん、もしかしたらこの外人さんがこんな素敵な日本語の歌詞を書けるって考える方がちょっと難しいから、そのなんかこう、覆面でなんかすごい方が書いておられるのを、なんかこういう英語名にされてるんじゃないかなっていうふうなお話をさせていただいたんですけど、その後、フッチンさん、カナフチンさんが、もしかしたら私はこのミラベリーは、やと思うんですっていうコメントをいただいて、私そのコメントを見たときに、もう、本当に、そうか、と、本当に思って、今はそのフッチンさんのその深い考察に、もうほぼ同意見なんですけど、このあたりもう少し深く私も考察を重ねて、これはもうフッチンさんのなんかやっぱりこの考察の素晴らしさみたいなところはどこかで本当にそうやったっていう日が来るかもしれないだと思ってるので、今日はあえてそこはあまりこう深く話せずに、もう少し私もフッチンさんと一緒に考察を続けていきたいと思っておりますので、またフッチンさんいろいろとまた気づかれた深いところがありましたら教えていただきたいと思いますし、また内緒で私になんかその辺伝えたいということがありましたら、概要欄にメールアドレスなんかも載っておりますので、また内緒でフッチンさんのまたなぜそう思われたかという深いところなんかも教えていただけたらと思います。このフッチンさんの考察は私本当にすごいなと思いましたので、ちょっとまたいろいろと教えていただけたらと思いますので、すいません、何を言ってるかわからへん方、ちょっとすいません、許していただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。それではブルーカバーのそのまあ歌詞の中で、その先ほど言ったように私がこの五感をすごくなんかこう歌詞の中に五感すべてを感じるようなこのワード、言葉があるっていうようなお話をさせていただいたんですけども、まずはまあ視覚、見えるところでいくと、まずも歌い出しの淡い月明かり遮ってというところで、もういきなりまあ月明かりっていうまあ視覚に訴えるところが出てきますし、淡い月明かり遮って口移した甘いリカ、リカっていうまあまあ飲み物なんですけど、まあここはこの味覚のところで解釈させていただいてもいいですし、その少し後に柄にもないセリフごと飲み干したならっていう、これはまあ言葉を飲み干したらっていうふうに解釈なんですけど、まあ飲み干すということで、まあこれも味覚に通じるところがあるかなと思いますし、でまたこの聴覚、耳の方で行くと、まあ直接その音が出てきてないんですけど、でも逆にQuiet night 秒針のサインで、この静かな夜に秒針のなんかこうサインというか、まあその秒針がカチッカチッと音を立ててるかどうかわからないんですけど、ここは私なんかね、その静かなこの夜、何の音もない静かな夜にこの秒針のサインというところで、私にはなんかこう秒針のなんか音なき音みたいなものがなんか聞こえてくるような気がしました。そしてまたこの嗅覚のところで行くと、そのもうちょっと全て溶けてしまうだろう、もうちょっと乱世にはならそうもない、もうチョコレート、もうチョコレート、ここの韻を踏むところめちゃめちゃかっちょいいですね。もうちょっとねっていうところで、もうチョコレートね、この韻を踏む感じすごく素敵やなと思うんですけども、でもちろんこのもうチョコレートで来てるので、まあこのソルミュージックのラブソングにはまあチョコレートっていう表現がまあよく出てきます。まあほっこりカフェ的にはこのラブソングの解釈をあまり深く解説しだすと、ちょっとこの大人な方向へに行き過ぎるので、ほどほどのところでほっこりカフェ的なところで止めておきたいなと、今まあちょっとこのチョコレートという単語のところの、解説のところでちょっとブレーキを踏ませていただきましたので、ちょっとまだ理解できる方はね、このあたりなんかちょっとご理解いただけたらと思うんですけど、
そして触れた余韻から優しい泡の香りっていうことが出てくるので、もう香りすなわちここもこう嗅覚に訴えるところが出てきますし、先ほど言ったチョコレートのところは味覚が出てきます。で、嗅覚のところでいくと、この香りっていう言葉がこの触れた余韻から優しい泡の香りと、また2コーラス目のところは、揺れた夜風がさらう肌の香り、1番のところでは泡の香り、2番のところでは肌の香りと、まあ、2回この香りっていう言葉が出てくるところもすごく印象的な言葉やなと思いましたし、まあ、もちろんここは嗅覚に何か訴えるところかなと思いますので、だから本当に今回この、まあ、作詞をされたミラベリーさんが、まあ、意識的に書かれたのかどうかわからないんですけど、五感すべてをなんかこう感じる、なんかこう短いワードなんですけど、それがその散りばめられているように感じて、そしてその散りばめられているこの曲全体を最初に言ったように、そのミュージックビデオで見たらなんか一つのイメージしか浮かばなくて、で、この多分ダンサーさんやと思うんですけど、そのたくさんの女性の方が顔をこう大きなマスクっていうか、こう布で隠されて、で、あの顔を布で隠す感じは、私たち世代はすぐに私浮かぶのは、もう皆さんそんな風に思われなかったかもしれないんですけど、私浮かんだのは、キョンシーがすごく顔をああいう風に布で隠すとちょっとイメージあって、で、まあ、あの中国やと思うんですよ。中国ではあの顔を布で隠すっていうことはイコール、まあ、キョンシーもそういう意味なんですけど、もうすでに亡くなった方をああいう形で表現しているので、今回のブロユーカバーのあのミュージックビデオもあそこでこの顔に黒い、どれもそれも黒い布で顔を隠しておられる方っていう方は、もしかしたら亡くなってる方を表現されてるのかなと思いましたし、またそう思うと、そのミュージックビデオからもう一度この曲の歌詞の方に帰ってくると、まあ、ワンコーラス目はその愛する方とその愛し合えた夜を歌ってると思うんですけども、その2コーラス目に入って、別に変わらない、まあ、友情のサイト、君がいないだけの部屋で離れていかない熱と愛しさ持て余してるだけということで、この2コーラス目に入っていったら、1コーラス目で愛し合った、その愛する彼女が、この部屋にはいないことが分かって、で、それがあのミュージックビデオの、もしその顔を布で隠しているということが、もう今この世にいない方を表現してるんやとしたら、あ、そういうふうにこの歌詞もなんかこう、まあ、匂わせてるっていうか、そういうことを表現してるのかなとね、なんか思ったりしたんですけども、あのミュージックビデオがやっぱりすごくちょっとまあ、神秘的で素敵なんですけど、やっぱりどこかその表現の仕方が怪しげで、あれを見てしまうと、なんか一つのイメージしか、なんかこう世界観しか自分の中で広がらなかったんですけど、あのミュージックビデオの世界観を一旦心の中からこう消して、その聴覚、耳でだけ集中して聞かせていただいて、で、特に4月にはこのブロイワカバーのシングル版も配信していただいて、そちらの方には声だけのアカペラバージョンが入ってるんですけど、この3人の声だけのアカペラバージョンが私すごく好きで、あれをそのエアポッドでこの静かにこう聞いてると、すごい 3人のその声、息遣いまで感じることができて、すごいこのイメージがなんか広がっていくので、このブルーカバーに関してはこのミュージックビデオの世界観を一回忘れて、なんか私は耳だけで聞いた方がすごくこの曲の世界観が自分の中でその広がりを持って
感じたので、あ、こういうふうに感じるということが、そういうことをまあ意識することが普段ここまでなかったので、まあ、ミュージックビデオで見て、もちろん音楽で聴いても素敵やなという感じだったんですけど、このブルーカバーはなんかそこまで感じさせる、そこまでなんかこう考えさせてくれるぐらいの楽曲やったので、その視覚を一回外して耳だけで聴いて、さらにこの曲の素晴らしさをちょっと私は感じたので、こういう経験がちょっと近年なかったから、これはぜひちょっと皆さんにお伝えさせていただいて、なんか皆さんがどういうふうに感じられるかな、また私のこの話を聞いて、また一回ちょっとこの視覚の方をシャットアウトして、ちょっとミュージックビデオの世界観を忘れて、耳で聞かれたらどんな感じを受けられたかなみたいなところもぜひ皆さんでちょっと教えていただけたらありがたいです。特に五感について、そしてまたこの視覚を外して聴覚だけでなんていう話をしたので、言葉になんか私の表現力が乏しいからうまくきっと伝えられてないと思うんですけど、なんかそのちょっと、伝えられてなかったらそのちょっともどかしさも感じながら、もっともっと私が豊かな表現方法、表現手段を持ってたら、なんかそうした豊富な言葉、語彙でお伝えできたところが、ちょっと私もね、もどかしさを感じながらお話しさせていただいたんですけども、五感すべてが入っているこの歌詞が含まれているこの素敵な楽曲を、その聴覚だけを集中して聴いたら、さらに素敵やったっていうことが、まあ言いたかったということです。ブルーカバー、このそのままの歌詞の意味で言うと、まあ正体を明かす。っていうような、こう、なんか、身元をばらすというか、明かすというか、そんな感じだと思うんですけども、君は一体何者なんやっていう感じ。で、もしまだ、その、この世におられるとしたら、あれだけ愛し合ったんやけど、その君の本心はどこにあるのか、愛し合えたから全てを分かった、分かり合えた、ことがイコールじゃないかもしれない男女っていうところで、もうあまりここから先はほっこりカフェ的ではないかもしれないと思いますので、このあたりにさせていただきたいと思いますので、なんかね、ちょっと私が感じた、もう耳のだけで集中した方が、なんかこの曲をより素敵に感じたっていうところだけでも、なんか、伝わってたら嬉しいなと思います。じゃあ後半、このヌメロ東京の、後半3ページにわたる、なんかインタビューのところなんですけど、まず最初にもう皆さんも何回も見ておられると思います、そのアメリカで開催された野外フェスコーチェラ2024に出られたステージ、私も何回も見てるんですけど、あそこでもう他のインタビューでも伝えられてる、お話されてることやと思うんですけど、改めてこの岸君が、リハもなくそういう臨機応変さも身についたと思うっていうようにおっしゃってたり、また平野君も本番前に本当はサウンドチェックできる予定だったんですが、でもいざやるってなったらもう本番の3分前ぐらいで、しかも向こうの技術さんが忙しすぎてもう無理ってなっちゃって、結局やらずに出ることになったんですが、そしたらオケがでかすぎて自分の声が全然返ってこなくて、それで僕のパートって音程がすごく低いんですが、自分の声が聞こえないからその場でボリューム大きめのがなり声の歌い方に変えたんです。自分で後で聞いて意外とこんな声出るんだなって、サウンドチェックができれば普通にやりたかったんです。でも結果いい方向になったから良かったけど、もし違っていたらと考えると怖いですねっていう、まあここもしかしたら皆さんも他のインタビューで聞いておられるかもしれないんですけど、特によくまあこれでまず、まあでもアメリカってこういうことがあって、まあ私もそんなにアメリカでのステージを経験しているわけじゃなくて、かなり前にサンフランシスコのステージと、またニューヨークのアポロシアターで歌わせていただいた時のステージなんかも、もう本当に結構なんか雑で、その向こうの PA さんとか音響の方が雑で、もうなんかものすごくその時の感じが思い出してわかるんですけども、もうそうこう言ってられへんから、もうここまで来てるから、何倍の3人も、もうそのね、サウンドチェックも何にもなく、おそらくイヤモニみたいなものをつけて出てったと思うんですけど、で、またイヤモニも怖くて、イヤモニってそのオケと自分の声、そしてまたメンバーのこの声のバランスなんかが、本当にちゃんとこれ、チェックせえへんと、もうものすごく歌いづらくて、よくあるのは、イヤモニをもう、
二つ外したり、もう一つだけ外して一つはつけてるけどっていう、そういう状況を見られたことがあるかもしれんと思うんですけど、もうイヤモニのバランスが悪かったら、せめて一つでも外して、その会場に流れてる音であるとか、まあ返し、モニターから返ってくる音とかを片っぽの耳で聞いた方が、まだパフォーマンスしやすかったり、歌いやすかったりするので、まあ本当によくこれで出て、で、私たちがまあ YouTube で見させていただいてる、映像も全然ちゃんとおかしくないので、よくこれで頑張られたと思いますし、こういう海外のまあ突発的なこの経験っていうのは、なかなか日本ではもうちゃんと PA さんがしっかりしておれるから、こういうことってなかなか起こりえないと思うんですけど、こういうのもなんか長い、このなんかこうアーティスト生活の中では、そしてまたこれからきっと海外でのステージも多くなると思うので、こういう経験ってすごい私、実はまあ貴重ないい経験をされたなと思うんですけど、この平野くんが話しておられるところ、多分このイヤモニの感じで全然このおけが大きかったと思うんですけど、で自分の声が聞こえへんから、低音で結構歌うところをもうガッと多分上のオクターブ上ぐらいで歌ったのか、それで結構声を自分で出すように変えたっていう風に、このとっさにそういう判断をして、そしてまた実際にできるところが、私はすごい、すごいなと私ここは実はアーティストとしてなんか思いました。で、二つ目すごくね、印象に残ったところは、皆さんが今一番愛を注いでいるものは何でしょうかと質問に対して、なんかすごく三人素敵やなと思ったのは、神宮寺さん、神君は、僕はまだガスカルの植物で、パキポディウムグラキリスかなっていうことで、観葉植物かな、を一番なんかね、この愛を注いでるっておっしゃってて、で、岸君は、ちなみに僕はモツ煮ですっておっしゃってて、ジグジ君は植物、岸君はモツ煮って答えたんですけど、じゃあ平野さんはっていう質問者に対して、平野君は、曲作りかなと、もう全く二人と違うポイントでこの話し始める、なんか平野くんのこの感覚が私なんか今むちゃむちゃ好きなんですけど、僕は曲作りかな、三人それぞれがどの曲を、プロデュースするとか担当分けて作ってる感じなんですけど、作詞家さん作曲家さんと一緒に入って作ったりしてるんですが、一曲ずつ本当に時間をかけて、これはどういうコンセプトでどんなメッセージ性を持っていて聞いてくださいさる皆さんにどのように伝えるかというところまで細かく考えていますというところで、まあここで本当にやっぱりこのメンバーさんに、特にここではまあ平野くんがその一番愛を注いでいるものはっていう質問に対して 曲作りかなとおっしゃってるんですけど、まあ本当に本気で一曲一曲になんかエネルギーを愛を注がれてる、なんかそんな方なんやなというのを改めてこの短い言葉からも、感じました。で、その後でね、この、SNS についてコメント欄はよく読まれてるんですねという質問に対して、平野翔くんはもちろん全部読んでますよ、家でも移動中でも気がついた時にいつもたくさん元気をもらっていますっていうことで、これ本当に平野くんはものすごいコメント来てると思うんですけど、何千っていうコメントはきっと来てると思うんですが、こうおっしゃってるので、皆さんがそのまあインスタとかいろんなところに出されたコメント、 YouTube もそうやと思うんですけど、これはもう間違いなく平野くんの目に届いてると思います。で、神宮寺くんがその後、それは本当にそう、皆さんのありがた、たくさんの温かい応援が本当にありがたいです、で、岸くんも僕も呼んでます、で、平野くんが嘘だって言ってじゃあ最近のコメントで嬉しかったのは何って平野くんが言ったら、岸くん、神宮寺くんが、ちょっとごまかすような形なので、まあこの3人のこのニュニュアンスでいくと、平野くんは本当にこれ全コメントを読んでるなと思って、まあ、改めてこの忙しい、このまあ日々の中で、これはもう本当にすごいことやなと、思いました。その後平野くんも、あとやっぱりみんなが堂々とナンバーアイのファンだと誰にでも言えるような存在に僕たちがなることかな。そのためには皆さんが楽しめる空間や音楽を作り続けることだと思っていますとおっしゃってて、で、また前回の動画のコメントでいただいたコメントで、堀内さんがその彼ら Be on your side のこれ誰が歌ってんやろうというところから、あ、
ナンバーアイの3人がこんな素晴らしい歌唱力やったんやというところから、私が3人のファンになっていったっていうお話をしたら、彼らが自分らの曲をなんか知らない人が聞いて、これ誰が歌ってるんやろうっていうところからファンになってもらえたらすごく嬉しいですと彼らも言ってたので、堀内さんがそういう風にナンバーアイのファンになられていうことを3人が聞いたらきっと喜ぶと思いますっていう、なんか私が読ませていただいてもなんかすごく嬉しいコメントをもいただいたりして、まさに本当にそのおっしゃるようにそういう形で私はナンバーアイ3人のファンになったので、それがなんかそういうことを3人がなんか嬉しいと思ってくださるなら、ぜひなんかね、そういうおじさんがいますよということをなんかお伝えさせていただきたいなと思っております。で、最後にご自身の好きなところは教えてくださいということで、ここもなんかすごく3人の個性が面白くて、ジグチ君は、環境は確かに変化したけど僕自身は本当に変わらないし、そしてまた、変化にも流されないという意味ではストレスをためないところかな、自分の好きなところ、ストレスをためないところかなとおっしゃってて、で次に平野くんは、僕は自分の好きなところあんまりないんです、なんなら嫌いなところばっかり、例えばこれは前からなんですけど仕事に対して妥協はしたくないんです、それで最近はクリエイティブな部分で自分の意見を曲げたくなくて、それは嫌だって正直に言っちゃったりするんです。それってよりいいものを作りたいからそう意見をしているだけで、別に悪いことではないんですけど、わがままに見えているんじゃないかなって、もちろんわがままで言っているわけではないんですけどとおっしゃってて、これはね、私やっぱり素晴らしいなと思ってて、ここでさらっとおっしゃってるんですけど、その現場では、そうじゃない意見を持っておられる方もおられるけども、平野くんがいや僕はそうじゃないと思うんですって言って、それが例えばまたその違う意見を持っている方が年上の方であったり、あるいは先輩であったりすると思うんですけど、そこを曲げずに、なんか納得できずに言える平野くんのことを私はすごく支持したいなと思いますし、またなんか私たちがこういう局面にあったら、もしそういう時があったら、私はそうやって自分を曲げない平野翔くんを、なんかこう、まあ、微力ですけど、エールを送って支持させていただきたいと思いますので、またそういう局面が、もし皆さんなんかこう知られることがあったら、またコメントで教えていただけましたら、微力なんですけど、ほっこりカフェから、いや、平野くんはもう、翔くんは曲げずに、そのまま、もう自分の信じたものづくりのためになんか頑張ってほしいと、なんかエールを送りたいなと思いましたので、またそんな局面があったらまた教えていただきたいと思います。そして3人目の岸君が緑茶をいっぱい飲むところっていうところで、そこまで稲田君がこの曲作りとかに関しては自分の意見を曲げたくないから正直に言ったりするんですって結構マジな感じでお話してる後で、またこの場を和らげるように緑茶をいっぱい飲むところですっておっしゃってる。だからなんかこの平野くんのものづくりに対する、まあ、ものすごく妥協なき、本当になんかこういう方自体はまあプロフェッショナルだと思うんですけど、その資質のところはすごくこの短い言葉からも私ものすごく分かりましたし、と同時にその二人が、神宮寺くんと岸くんがこのいてくれるからこそ、またこの三人でのなんか緩和されるところもあって、和らげるところもあって、なんかこうスタッフの皆さんとまた一緒に前に向かっていけるのかなと思ったので、なんか今日は紹介させていただいた部分は一部分短いところなんですけど、この短いところからももう三人がこのまあいろんなことがあったと思うんですけども、今こうしてナンバーアイとしてその2B でこういう形で3人でしっかりと組んで活躍されるということも、これも間違いなく今日はこのインタビュー記事を読ませていただいて必然やったやなとすごく感じましたので、ここからもこの3人、そしてこの3人が生み出す素晴らしいパフォーマンス、特に私は耳の方に集中させていただきまして、素晴らしい楽曲をなんかこう受け止めさせていただいて、また感動したこと、感じたことをまた時折お伝えさせていただきたいと思っております。長くなってしまいました。またブロイオカバーの皆さんの耳に集中したなんか感想コメントをいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ナンバーエイもどんどん好きになってしまいますので、8月、大阪サマソニー2日目もう今からめちゃめちゃ楽しみになってまいりました。生まれてきて
よかった君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。